11月22日月曜日の東京株式市場、前場の取引が終了しました。本日の東京株式市場反落となりました。ちょうど本日、明日が勤労感謝の日でお休みということで、連休、飛び石連休の谷間ということもあって、マインド、投資マインドはなかなか盛り上がらない、そんな状況の中で、先週末ニューヨーク市場はダウ平均、そして SP500 種ともにマイナスで終わっていて、それを受けての寄り付きという形で、マイナス水準での始まりとなりました。一時は日経平均、200円ほど値下がりしていますが、結局全引けでは先週金曜日に比べて67円92銭安い 29,677 円95銭で前場の取引を終わっています。トピックスも見ますと 6.94 ポイントマイナスです。 2037.59。 そして JPX 日経インデックス400もマイナスです。 59.13 ポイント下落の18,395.20、 3指数ともにマイナスとなりました。一方では新興市場のマザーズ指数がプラスになるという形で、お金は比較的小型あるいは成長株に向かいましたが、主力どころの銘柄はやはり連休の谷間、あるいは、今回、政府が発表しました経済対策に対するやや失望感のようなものがマーケットを包んでいることもありまして、主力株、例えばトヨタやソニーグループといった中核銘柄には売り物勝ちの需給の動向となりました。上値が重い推移で、市場の物色人気は例えば環境投資大幅に増額して、2倍に増やすと伝えられました。また、配当成功の基準を引き上げる可能性も示唆されました。商船三井が、2.2%、 140円高の6430円と反発の動きを見せたほか、日本郵船、川崎汽船の海運3社が揃ってプラスになったほか、半導体製造装置のレーザーテックが3日ぶりに反発し、東京エレクトロンも朝方安く始まりましたが、前引け段階ではプラスで終わるといった形で、このところ物色をされてきていた、あるいは人気の中核にあるグループを改めて買い直すという、そんな動きが強かったのがこの日の前場の状況と言っていいかと思われます。主力株はまちまちの動きの中で、売買代金東証一部では1兆1857億円、このところのペースから見ると月曜日の前場とはいえやや低調な商いに終始しています。東証一部全体で見ますと値上がり銘柄857に対して値下がり銘柄が1202と、値下がり銘柄の方が半数を超えている状況です。どちらかと言いますと、整理売り、見切り売りがやや優勢な状況と言っていいかと思われます。以上、東証アローズから22日前場の概況をお送りいたしました。